バランスシナジーを組み立てる際に、このように座面が中心からずれてしまったという場合の対応方法と、座面を取り付ける際のポイントについてご紹介します。バランスシナジーは、組み立て後すぐであれば座面を取り外すことが可能です。その際に用意するものは、ゴムハンマーと下に敷くマットです。金槌の場合は、厚手のタオルもご用意ください。床やバランスシナジーに傷がつかないようにマットを床に敷いてください。次にバランスシナジーの座面を下にして逆さまに置きます。置くときの向きはハンマーを持つ手の方に座面の一番盛り上がっている方を置いてください。片手で支柱部分を持ってバランスシナジーを浮かせます。反対の手でゴムハンマーを持ち座面の一番盛り上がっている側の裏をゴムハンマーで叩きます。傷がつかないように力加減に注意してください。ゴムハンマーがない場合は金槌でも問題ありませんが、傷がつかないように厚手のタオルなどを敷いてから叩いてください。より外れやすくするには叩く場所を変えながら叩いてください。組み立ててすぐのものは比較的外れやすいですが、何度か使用しているものは外れるまで時間がかかります。座面が外れた後、再度組み立てる場合は、中心をしっかり合わせることや、座面をしっかり押し込むことがポイントになります。まず、座面の一番盛り上がっている部分が、支柱部分の中心に来るように、座面をはめ込みます。次に、座面をしっかりはめ込むため、座って押し込むか、体重の軽い方は押し込みが足りない場合がありますので、両手で座面を押さえながら片足を乗せて全体重を乗せながらしっかり押し込んでください。最後に中心からずれがないか、動かしても座面がずれないか確認し完成です。